その前のね、腹ごしらえでございますけど、数日前のライブで、まあ、一応新ネタ書いたんで、ね、それをやったところ、あまり受けなかったので、ちょっと敗戦が濃厚なんですけど、ね、でもまあ何が起こるか分かんないんで、ちょっと全力でやりたいなと思います。シールなのに僕だけクリップみたいなやつ、なんで間に合わなかった？僕の番号だけシール間に合わなかった？今、2回戦が終わりました。一緒だった人力車プラステラシュステージのズマシンサミダレです。よろしくお願いします。テラシュステージです。はい、カミナです。カミナです。じゃあ、もっちゃステーターやってくれたスマッシュガリックスマッシュガリックの村木です。完璧なオペレーターです。鈴木健太です。鈴木健太です。ありがとうございます。すごいね、そうなってまあ、無事ね、みんなミスなくできたことだったからです。はい、結果がついてくれば、それ最高だね。確かに、うん、いや、本当にいい事務所ですね。そんなめちゃくちゃいい事務所。そんな側面ありました？なんかそう思うようにできるのかな。いや、もちろんもちろん、みんな、もちろん楽屋で頻繁に話しかけてくれて、本当に感謝します。来たれ、人力車。そういうやつも、陽性女性増やすための動画で CCA 募集、仲良くやってます。はい、OK です。森岡大輔の、はい、収録が今終わったんですけども、はいはい、1本目2本目と2本撮りで、はいはい、ちょうどその1本目と2本目の間に R1 の、うん、結果が発表されまして、はい、なんと本日出させてもらった R1 2回戦、無事、合格しました。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。準々決勝ということですね。そういうことですね。すごいですよ。これ別に初見のリアクションじゃなくていいんですよ。え、もう散々パラこの話もしましたし、森岡大輔の2本目で。いや、だけどなんかね、ボソッとどうだったの。いや、なんかかしこまって始まったから、そっちの方がいい。いや、別に別に、おめでとうぐらい、その、
恥ずかしい。そんな振らなくてよかったです、初見感を。ああ、そうなんだ。いやいや、ありがたいですけど。ああ、ちょっと恥ずかしいですね、そのなんか。いや、っていうのも、うん、この3人でやったライブが、うんうん、R1 の3、4日前ぐらいに、3日前ぐらいにありまして、うん、そこでちょっと無理言って、はい、ピンネタやらせてもらって、うん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 、唯一の調整の場だったので、うん そうね、そのおかげもありまして、だからこのお二人に感謝でございます。いやいやいや、ね、はい、全然、基本的にはそのネタそんなに変えてないんですけど。あ、そうだね、うん、なぜ変えてないかっていうと、うん、この3人のライブでやった僕のピンネタ、はい、めちゃくちゃ滑ったんで、あのもういいやと思ったんですけど。ああ、吹っ切れたというか。吹っ切れた。ああ、あ、また滑るんだな、今日も。ああ、なるほど。変えずにやろうっていう。下受けたんですよ。ああ、でもそれが良かったんですよね。良かったかもしれないですね。まあ、確かにそれは良かったんですけど、うんうんうん。あんま聞かない現象っすよね。確かにライブでね、受けての。そうですね。ライブめちゃめちゃ受けて、賞レースで一切受けなかったみたいな、よくこう聞きますけど。なんでなんですかね。まあそのなんか考察も実は森岡大輔で喋ったので、はい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 、考察も何も原因はまあはっきりしてない。はっきりしてんだけど、はい、考察、はい、もう外考察じゃないです。すみません。考察しすぎてちょっと今疲れてるから。あ、そうなんです。考察も、うん、しまっ、まあ、あの、うん、はい、あの合わせてね、森岡大輔も、はい、よろしくお願いします。聞いていただければなと思います。はい、うん、準決勝頑張ります。はい、